西日本旅客鉄道、西日本旅客鉄道与那誤支社西日本旅客鉄道、与那誤支社西日本旅客鉄道与那支社は、鳥取県与那誤市やよ町にある西日本旅客鉄道の支社の一つである。かつての与那誤鉄道管理局を継承している。与那誤支社管内の路線は、他支社管内と異なり、年末年始は一括して休日ダイヤを適用せず、カレンダー通りのダイヤで運行していた。 すなわち、12月30日、12月31日、1月2日、1月3日の各日が日曜日、または振り替休日でない場合、休日運休の列車は運転されていた。しかし、2010年度からは、年末年始も休日ダイヤを適用するようになった。列車番号についても、運休日のある列車は5000番台が付与されている。堺線、守工事は除く。 JR 西日本の支社で唯一自動改札機を採用していなかったが、2016年12月17日の愛国化導入に伴い、2016年11月5日に、米子、松江、出雲市の各駅で自動改札機の利用が開始された。鳥取県と島根県の大半の地域に加え、木月線は広島県内を含めた全線を管轄する。 JR 西日本では当支社が管轄するエリアを参院エリアと定義している。路線 JR 西日本では営業キロへでの支社協会を駅で区切っているため、該当停車場を協会駅として扱う。米子支社が管轄する路線は次の通り、なお、がついた路線は全線が管理区間内に入っている路線である。駅数についての注釈廃止された三重線は、 三次駅構内を除く全線を米子支社が管轄していた。国鉄時代の米子鉄道管理局の管轄範囲は米子支社での管轄と以下の点が相違する。2016年2月4日、米子支社管内全線へのラインカラーと路線記号の導入が発表された。安全性向上計画の一環として2006年3月18日のダイヤ改正より 館内の山陰本線と白尾線に CTC センターから無人駅への遠隔放送装置と CTC 装置を連動させた列車接近自動案内放送システムが稼働を始めた白尾線については岡山支社が管轄する信号以南にも2007年より展開されたが導入済みであった上岩見北とは放送の言い回しが若干異なる JR 西日本では 主要駅に駅長を配置してその駅を管理駅としている、米子市社直轄の管理駅と、その管轄範囲は次の通り、ありがとうございます。